あ共有するってすごく大事だなっていうのをそこでちょっと感じました選手に伝えなきゃいけないなっていう答え合わせそういう人をターゲットとしては一人選んでその人を徹底的に抑える駆け引きがなんかすごいなと思ってもう一個聞いてもいいですか交代、はいはい、ピッチャーも、えー、もちろんバッターも交代、えー、あ,あると思うんですけど、はい 試合のもちろん流れによって変えていくっていうところもあると思いますけど、はい、だいたいそこのシミュレーションしてるんですか、はい、あの野球ではトラックマンっていう、はい、あのやつがあって、まあ、それはデータは次の日しか出ないんですけど、はい、それを出すとあの意外と選手のコンディショニングが分かるデータの出し方を僕はしてたんですね。はい、皆さんとととか終速とかか回転数とか はあ、あの横変化量とか縦変化量とかあのフォークボールでは縦変化って言うんですけどそういうボールの回転を見たりとかいろいろしてたんですけど僕はあの全くそういういのには興味なかったんですよあのリリースポイントの高さと長さっていうのを測ってでそれで選手のコンディショニングを見てたのでそうするとグラフがこう次のの日に出るるんですすね1イニングごとと、はい、そうするとあの肘が早く落ちやすい人とかリリースポイントが長くなっちゃうこれはあんまり良くないんですけど、はい。 はい、そういう選手を見つけてはあのトレーナーに話をしてあこの4回5回で降りちゃったは何が原因だろうってわからないではなくて何が原因でこのコンディショニングができちゃったんだろうっていうのを考えてでそれでコンディショニングを良くするためにトレーナーにあの力を貸してもらったりあとコンディショニングに、えー、の人に力を貸してもらったりまたは、まあ、僕も直接選手のキャッチボールとか調整 調整してるるタイミングでで行くんすすけどそうするとあちょっとなんか違う変化が生まれたりとかすると、えー、それを微調整してあげると、はい、たちまち次の週になったらポッと良くなるっていう場合があるんですしもちろんそのトレーナーの人たちが頑張ってくれるっていうのもあるんですけどなのでそうやって1年間をどうやってこういい状態で過ごさせるかってむちゃくちゃ大事なので試合数も多いですし、えー、は夏場もあればはやっぱり雨季で湿気がすごく時もあれば。 まあそういういのもちょっと僕らも考えていきながら選手のコンディショニングをどう作るかっていうのを1年間コーチと一緒にシュミュレーションをしながらやるんですよ。はそうすると何となく選手のコンディショニングが安定していいパフォーマンスが生まれてくれたりとかあとはもうピッチャーのコメントも入れるんですよ投げ終わるとコーチのコメントとで僕自身がどう見てたかっていうコメントをあの3人で共有します。 僕が書いたコメントも選手が見られるしーコーチも見られるしる、はい、で選手が書いたのも,もう僕らも見られるとだからその3人で共有することによって、まあ、監督が何を考えててコーチはどう思っててで自分の感覚がどうだったかっていうのもすり合わせができるようにしておくとこう選手から意見がこうこうがうまくいかないんですあそこがうまくいかないんですみたいな意見も出やすくなったのでだからあ共有するってすごく大事だなっていうのを。 そこでちょっと感じました。そうですね。チームで本当。共闘、競争。はい。されてますね。そうですね。本当来て良かったです。まだ途中ですけど。いえいえ、い、今までなんかそういうのって、首脳陣は見れても、選手が見れないとかですね。そうですね。はい。僕らも開示しようっていうか、こう。はい。は、もう共有しようよっていうふうになってからは。もう見たい人は見られるっていう状況を作るようになったんですけど。皆さん、こう。 またちょっと話が違いますメモを取ってるっていうのは、はい、多分そういうところをこう書いてるんですかそうですすかそうねあのまず生かし方は試合中の例えば今、右の攻撃が良かった左からの攻撃が良かったとか、はい、真ん中からの攻撃がダメだったみたいなこを書いたりとか、はい、守備も相手のクロスのボールには良かったけど。はいえ コンンビネーションには崩されたみたいなのを<ー>そういうなんかこうポイントを時間で書いて、はい、それをこうハーフタイムに書いたことが多ければ多いほど良かったことのポイントが多ければ多いほどそれはやっぱりストロングポイントとして使うっていうことをコーチと共有して選手に伝えて。で守備でも 1個のミスよりも同じことが2個3個起こってたりとかするとやっぱそこはもう絶対的にチームとして修正するポイントだからっていうことでチームに伝えるっていうことをコーチと共有しながらやっていくんですけど書くことでなんかポイントがこう明確化していくっていうことはあると思います。と自分が書いたこととコーチがハーフタイムに前半終わって。 って吹かれた後にすぐコーチと話して、はい、どこが問題だと思うって問題だと思ったところ言ってみたいなことを公益担当、はい、守備担当から聞いて、はい、でそこで自分のメモしたこととすり合わせて、はい、あみんながやっぱそう思ってるんだったらやっぱこれは伝えて選手に伝えないといけないなっていう答え合わせのところも、はい、ありますそうなんですね。はい、であとはは試試合合中全体はメモしたことをもう一度試合は 必ず見るので、はい、まあその時に、えー、映像を見,見直している時にポ,ポイントを確認しながら、はいはい、見直すっていうことをすごっ,っていうかですねなんていうんですかね今こう書いててやっぱり自分が感じたことってこう、はい、あっこ,これだからうまくいかなかったなと思ったらなんかそのまま伝えたいって思うケースもあるのかなと思うんですけど、はい、それをちゃんとやっぱりコーチと コそれは攻撃守備両方のコーチと聞いて自分とこうすり合わせって僕はすごいことかなって思うんですけど、はいはい、どうしてすり合わせようともう自分のこう思ったことをバンと伝えることよりも、はい、ちゃんとコーチとのすり合わせをしてからだって思えたのは。 そうですねああそれは,、はい、はもちろんありますけど本当に、はいあのー、これは伝えようと思ったことは、はい、でもやっぱこうチームとして本当に起こってることを、うん、ポイントを抑えて言わなければ、うん、ハーフタイム15分あるんですけど、うん、そこでリフレッシュをするまた後半に向けてポイントをこう整理するっていう意味でいっぱいのこと選手言われても、うん、多分 頭に全然残んないと思いますし、はいはい、本当にこう大切なことを主者選択して、うん、優先順位の高いことから、はいえー、必要なこと必要でないことっていうのを分けて伝えないと、はい、やはり効果的ではないのかなと思ってそ,<う>まあその時にはやっぱ<ー>、えー、コミュニケーションをとって、はいはい、よりチームとしての課題であったり、まあ、いいとこはより、はい、後半にも生かしていくっていうことを。うんうん コーチととすり合わせた方がいいな思ってまでもコーチ陣には思ったことを自分が改善したいと思ったことをじゃと1点か2点は伝えてもいいっていうそういうとこ渡しますね。また僕からも話をお聞かせしてもらってもいいですか工藤さんはクライマックスシリーズや日本シリーズでも戦ってこられたと思いますけど。 短期決戦をものにするはいはい、はい、たくさん優勝を勝ち取られているのではいはいその秘訣って何か終わりですかです、ねはい、そうですねまあ僕はあのえっ、ー、とまず短期決戦に行った時にえっ、ー、といつもと違う野球をやると選手がクエスチョンができるんですよはいなのでえっ、ー、と自分たちのやりたいことはその約一ヶ月ぐらい前から短期決戦用で使いたい 思うんだったららヶ月ぐらい前からその使い方をすするんですねそうすると最初は選手がクエスチョン出るんですけど1ヶ月も経つとあこれがあの後半のうちの戦い方の勝ち方だってなるので,でそのままクライマックスシリーズンに入って戦うっていうのがまず一つとで必ずあの相手側にターゲットを置くんですよこの選手を抑えると例えば左バッター のの視力を抑えたらその同じ左バッターに影響が及ぶような選手を選んでその選手をもう徹底的に、まあ、インサイドで目をしてたんですけどそれをして意識させて打てるところを打てなくさせる、はい、っていうふうにしていくとあの常にインサイドに投げてボンダを取ったりとかあのしておくとここの意識がよより強くなるんですよ、はい、でそれでも自分が意識しても打てないともうここしか見えなくなるんですよ。 そそしたらそれ以外の球、はい、低めの球も外の球も、はい、本来打てるだろうっていう外の高めの球もみんな打てなくなるんですよ。はい、そういう人をターゲットとして1人選んでその人を徹底的に抑えるそうするとその周りの左ピッバッターも打てなくなるっていうふうにしていくと得点能力あの打たれないとは言わないんですけど得点能力が下がるんですね。はい、なの得点の。で能力が下が下るといううここは、は結局は向こうの やっぱり勝ちパターンとか例えば同点だったりとかするとそのもう勝ちパターンのピッチャーを使ってでも点を取られるようにしようっていうのがなくなってどうしてももうあもう今日勝てなかったら次の日備えなきゃいけないって思うと勝ちパターンが出てこないので勝ちパターンが出ない状態で後半にも点をトントントンと取ってはいあ終わってみたらなんかちょっと楽勝で勝ってるみたいなうーんはいそれをもうどとにかく続けていくっていう作業をあのしたりとかすると。 短期決戦で勝てたりすすすするんででごいですね勝利の方程,式方程式はありますね。とい <laughs> うです、ね、<laughs> で駆け引きがなんかすごいな<ー>と思って。なのであのどっちかというとそのターゲットにする人は几帳面な人、はい、あとかあのすごいこう抜ィにこだわりを持っているような人う、はいまあ例えばあのベンチに帰って意外とこうメモを取ったりとかですね、はいはい、配球のメモを書いたりとかあのいろいろこう考えている人。 が、まあ、一番適任です。はい。なるほど。はい、そうですね。こう、データでリズメで来る人の。はい。はい。のメンタルを壊すというか、はい。そうですね。<laughs> はい。えー、その人が、一人打てなくなるだけで。憧れだったりとか、あ、あの人みたいに。僕もデータを取って、なんとか打てるようになりたいと思っている人たちは、みんな影響を受けるんですよ。はい。そうですね。こう。 1>, 1対1のなんか戦いみたいな投手とバッターの戦いみたいなところから、はい、でもその先のいろんな影響も考えて勝負ってあるんですね。はい、そうです、ね、それをやると意外と結果的にはあの、まあ、あの当然主力なんですけど、はいはい、でその人が打てないと特点能力が下がり逆に周りが影響を呼ぶとより特点能力が減り、はい、でそうするとまあこう。 自分たちのえ描いたシミュレーション通りの試合になりやすいっていうのがあるので勝っていくと不思議なことにまあ1試合休ませようとかリリーフを休ませようとかっていうこともまあ降ってできたりとかするのでやっぱり向こうは余裕がなくなるこっちは余裕が持ってまあ別に余裕は持ってないんですよ余裕は持ってなくて早く終わらせようとはするんですけどまあそれが逆になんか選手たちのリラックスにもつながっていいプレーにもつながっていくっていうのはちょっとあったりとかします。 勝てる人ですね。はい、いい、すごいあの森谷さんのあのやるこう守りからっていうのが基本なんですよ、はい、僕も。やっぱりそれがあってこそのまあバッテリーピッチャー、うん、は唯一ピッチャー守りなんですけどバッテリーだけが攻められるので、はいでその部分をしっかりやっていくとそのもや守りも良くなっていくんですね。はい、は<ー>なるほど。すごい勉強になります。はあの守りっていうのがやる瞬間にあ、はい、一緒だ <laughs> 大切だと思います。いうのがはい思いましたあ。ありがとうございます。こちらこそ勉強とって。ます一ヶ月前から準備ってすごいですね。方程式作ってますね。やっぱり。<laughs> はい、あのでもそれもなんかシーズン中の選手を見てて、はい、あ上手くいかないなっていう選手結構いるんですよ。はいはい、あどうもおかしいなって。<ー>先発ピッチャーがたまたまその時に。 4回ぐらいまでいいんですけど5回になったら急に打たれ始めるんですよはい、はい、おかしいなって他のピッチャーも結構いたんですよあれってこれ持たねえなっていうふうに思った時にいわゆる第2先発っていうのを作ったんですねでそれをもうオールスター明からずっと使い続けて最初はなんで2人ピッチャー使うんだよって言われたんですけどそれをずっとやり続けたらそれが当たり前になってか勝てたんでそしたらもうそのままクライマックスもそのままい,いって、はい、って言ったらまあ、はいまあ、まあうちの戦いだよね っていうふうに選手からコメントも出るようですね。最初違和感てもやり続けて、はい、自然とそれはうちの戦いに変わっていく、はい。うちにが戦いに。はい、ええー、9月から、えー、ワールドカップアジア最終予選が始まります。はい。今どんな心境ですか。もしくは意気込みもちょっとお聞かせ願えたら嬉しいです。そうですね。あの2026年 中米ワールドカップに向けて大きな目標を掲げながら、はいえー、このアジア最終予選をこう戦っていきますので、うん、大きな目標を持ちながらも、えー、また厳しい戦いをこう制していくということを覚悟しなければいけないかなと、はいえー、今あのすごく、えー、気持ちがあの上がってきてます。はい、で大きな目目標を達成するためにもやはりのの前の 一戦一戦を勝っていくということを忘れてはいけないと思いますのでこれまでもやってきた通り目の前の一戦に勝利を目指して最善の準備をするそこで持っている力を出し切るという戦いをして一つ一つ駒を進めてアジアを突破してワールドカップの舞台にいきたいなと思っています。はい、もうぜひそれがううように はい応援しておりますので頑張ってくださいどうぞ今日はありがとうございましたこちらこそありがとうございましためちゃくちゃ楽しかったですしめちゃくちゃ学びになりました何ですかそんなことないですよはいすごいこんなに考えてるんだっていうふうに思いました工藤さんのあのオーラと自然体なオーラがもうすごいなと思ってでも発せられることがもうすごくやっぱり考えられて緻密ではい。 いやもっと学ばないといけない<ー>なとんでもない,いも僕失敗だらけだったんですよ監督の時に、あれも失敗し、これも失敗し、で周りからまあ言われ、こう言われ、一番あの近くにいる監督好きの人間にさえ、こうダメですねって言われて、え何がダメだったのって言ったらこうこうこう監督がこうやって言いましたよね。あ言った、あそれダメですよって言われて、えー、はい、あ。でこうやってこうなんか選手と話をする機会もあっ。 喋るじゃないですか。一人いる質問もすることもあるし、相手が答えることもあるんですけど、はい、それをやったりとかすると、監督だって話しすぎです。<laughs> もっと短くように <laughs>、端的に言ってくださいって言われて、<laughs> 何を端的に言うんだよ。こうこうここうでザーって話しましたよねって。あ,、はい、あれポッポッポッこれでいいじゃないですかって言われた。はい、はい、確かにその通りです。すいませんでした。そんなことを監督に言う人いるんですか <laughs>。僕言ってくれって言ったんですよ。なるほど。僕を客観的に見てほしいって。<laughs> やるその16年に失敗したんで。はいはい で17人以降はもう客観的に見てくれともう素直に思ったことは言ってほしいとうん確かにダメなものはダメなんだからうんあやっぱりお前が見てたら何となく分かるって言ったら、まあ、分かるところはあります<は>あ,、まあ分からないところはもありますけど分かるところもありますだから、まあ、あのもし気が付いたら言いますねって言ったら気が付いたらっていうことじゃなくてもうなんか毎日のように僕が言うんでたまにうるせえっていう時もあるんですけど <laughs> はでもあのいつも近くにいてくれるので。 なるほどね、はいすごくお頼りにしてましたその雰囲気を作れる工藤さんすごいなと思いますし、えー、ちゃんと聞き入れることができるっていうのもすごいと思いますし、えー、僕も、はい、そういう、はい、スタッフワークできるようにしていきたいと思います,いいで,すでもやっぱり,や,りやっていくしかないには自分を変えるしか方法がなかったんですよ自分を変えるですねはい やっぱり駄目な自分をどっかで自覚してじゃあダメじゃない自分って何をすればダメ,なダメじゃない自分なのかっていうところまで落とし込んで考えていったら、はあ、やっぱり誰か見てもらうことがやっぱり大事だってどこかで失敗しちゃうどこかで言い間違えちゃったり、はあ、どこかでこう順番を間違えちゃったりするケースもあるので,でその順番「配、は、管、い、監督ってこっち行っちゃダメですよまずここから行ってここ行ってそれからですよね」っていうと、はい、その通りですすいません。 はい焦っちゃいましたって言いながらはいじゃあここ僕がやってきますからはい監督じゃあはい前に進んでくださいねってすみませんよろしくお願いしますはい立ってましたその雰囲気を作れるようにはいはいでもスタスタッフの方々幸せですねそんなやっぱ自分の思いを思いっきりこう出して自然体でこう監督と戦えるなんて本当素敵だと思いますでもあの十七年勝った時にはもう二人で はい、あの抱き合いました、はい、泣きながら、はい、16年の悔しさが2人ともあったので、はい、17年終わった時にこう抱き合って、よかったなっ、本当よかったっ、だから勝った喜びよりも、もうほっとしたって感じでした、やったって、シーズン勝てたって、プレッシャーを背負って、はいはい、仕事されてまますねそういう意味では、すごいプレッシャーの中で戦うかもしれないんですけど。はいはい はいはい、プレッシャーありますけど、ストレスはないので、はい、素晴らしいですね。はい、もう充実して仕事させていただいてるんで、はい、思い切り頑張っていきたいと思います。はい、頑張ってください。はい、またあの、はい、日本が目標を達成したら、はいはい、またお会いしていろいろと話を聞かせてくださいす。あ、もちろんでございます。ありがたいです。はい、こちらこそよろしくお願いします。ますありがとうございました。<music>